はいどうもジンさんです。今回は五帝十三隊十一番隊隊長ザラキケンパチについて解説していこうと思います。新作キャラ解説動画ということで、この感じめっちゃ久しぶりでなんか緊張しておりますが、この動画ではザラキの基本情報をおさらいしつつ、挽回の名前や草獅子やチルなどについても考察していこうと思っているので、ぜひ最後までご覧ください。それじゃあ早速やっていきましょう。ザラキケンパチ、五帝十三隊十一番隊隊長、そして代々最強の死神に与えられる称号、ケンパチの名を持つ死神。ちなみに彼は11代目ケンパチとなります。出身はルコン街で最も治安が悪いとされる北ルコン街80地区ザラキで、その地名を生とし、幾度切り殺されても絶対に倒れないという意味を持つ先ほどのケンパチという称号を持ってザラキケンパチと名乗ります。初登場時は右目に眼帯、髪の毛は束ねてあり、一つ一つに鈴が編み込まれておりましたが、いつの間にか鈴は外していました。これは小説スピリッツァーフォーエバーウィズユーでの激闘を経て、楽しく戦える相手がまだいることを知り、鈴をつけなくなったそうです。そんなザラキは入隊試験を受けず隊長に就任しました。理由は先代11番隊隊長を決闘で殺害したからです。これは隊旗にも定められた正式な隊長選出方法であり、隊士200人以上の立ち会いのもと現隊長を決闘で倒す、これに倣って隊長に就任しました。ちなみにやられた先代はちらっと登場した豚みたいなやつこと祈願城ケンパチさんです。話を戻しますが、こうして11番隊隊長の座についたザラキケンパチは、言動や性格などもあり隊長としての職務を全うしているか疑問ですが、実は意外と真面目なんです。なぜなら彼はしっかり大使会に出席したり、ヤマジーの命令で一度は剣道をやってみたり、上からの命令を無視する描写は意外とありません。さらに参りに詰められる一角を守ったり、自身の戦闘に割って入ったものに気を使って加減したりなど、部下仲間思いな真面目剣ちゃん、隊長としてふさわしくないわけではないと思います。ちなみにザラキの特徴的な髪型は自分でセットしており、髪の毛は石鹸で洗っているため、いつもパリパリの状態なんです。そんな髪の毛を案じた当時1番隊副隊長佐々木部の勧めでトリートメントを使用。見事ザラキの髪の毛はサラサラになりましたが、その後いくらセットしてもツンツンにならず苦労したことから、佐々木部のことが少し嫌いになったそうです。かわいい。そんなザラキの過去を見ていきましょう。ザラキは少年時代からトップクラスの強さを有していました。それは初代11番隊隊長で、ソウルソサイティ史上空前絶後の大罪人と呼ばれていた四賢卯の花烈。ザラキは少年時代でまだルコン街にいた頃にこの鬼と戦って勝ちかけました。しかしザラキは初めて全力で力をぶつけられる敵と呼べるものに出会えたことに喜んだと同時に、これを失えばもう二度と戦いを楽しめる時が来ないと考えた少年ザラキは、四賢より上回る自身の力を無意識の卯の花の力に合わせるように自らの力に枷をかけてしまいました。こうして当時の戦いは卯の花が勝利したわけですが、卯の花は少年ザラキが真のケンパチにふさわしいと悟り、また自らのせいでザラキに変な癖をつけてしまったことに絶望しました。そして少年ザラキはこの相手に合わせるよう力をギリギリまで加減してしまう癖をずっと引きずってしまっていたため、視界一部に敗北しノイトラに勝利したというわけです。この癖は最終章無限での卯の花戦で克服することができました。卯の花と戦い続け、何度も視線をくぐり抜けることで徐々にかけた枷を解いていきました。それと同時にザラキが本当の意味でケンパチという名を継承した瞬間でもあります。ザラキが倒した先代のケンパチではほとんど意味ないということでした。続いてはこの2冊の小説から新たに判明したザラキに関する情報をまとめてご紹介します。まずはスピリッツァーフォーエバーウィズユーから。実はここで初めてザラキの加減癖が明らかになりました。原作で明らかになるより前に作者である成田先生がこれを見抜き、久保先生に驚かれたという話もあります。あと先ほどの鈴の剣ですね、この小説で戦ったシエングランツというセロエスパーダの力を持つアランカルや8代目ケンパチであるアザシロケンパチと戦ったことで、ハンデなんかやらなくても楽しめる相手がいることを知り、鈴を外すことにしました。ただそんな敵と滅多に会うことはないと考えたため、眼帯はそのままつけているそうです。あとこの2人との戦いの中でザラキの霊圧が凄まじいほど上昇しました。どれくらいかというと、ザラキの垂れ流す霊圧で周囲の霊視結合が焼き切れるほどで、彼の一振りは空気と同化し何でもすり抜けるアザシロにダメージを与えてしまうほどでした。よくわからないと思いますが、僕もよくわかっていません。ちなみにこの上昇しすぎた霊圧は前よりの特殊な眼帯により抑えられることとなりましたが、上がりきった霊圧のせいでザラキは
手加減がよくわからなくなり、何人か切らなきゃならないと話していました。つまり次に戦う相手は手加減がわからないゴリラザラキと戦う羽目になってしまったんですね。で、そんな不運な相手がギリコでした。なのでフルブリンガーでギリコが弱すぎたというわけではなく、相手とタイミングが悪すぎただけだったんですね。合唱。続いて小説キャントフィア・ユア・オン・ワールドから、特にこれと言ってありませんでしたが、この小説は千年決戦後の話なので、ケンちゃんは加減癖が治り、ヤチルはいなくなっています。しかし小説内でザラキがヤチルと話しているような描写があったことから、残白島に回帰したヤチルは消えたわけではなく、ちゃんとケンちゃんのそばにいるということですね。ザラキ・ケンパチの残白刀は、ノメ・ノザラシ。無限での宇野花戦後に声が聞こえるようになり、グレミー戦でついに解放しました。解放後は巨大な斧のような形状に変化。グレミーが生み出した巨大な隕石を粉砕するほどの攻撃力を誇ります。小説、キャントフィア・ユア・オン・ワールドでは、霊王の欠片を取り込み、真の名を取り戻した、イコミキ・ドモエと呼ばれていた太古のメノス・グランデを一撃で倒す圧倒的な攻撃力を見せてくれました。挽回は、名称、能力ともに不明。ノザラシ解放以降、姿を消していたヤチルが突如出現し、瀕死のザラキに力を与えるような形で習得しました。肌が赤黒く染まり、額には2つの角が出現し、まさに悪鬼のごとき、いや鬼神のごとき姿となります。そしてこの状態の時のザラキは意思疎通ができない獣のような状態となりますが、真っ先にジェラルドに向かっているため、敵味方の認識ぐらいはついているかもしれません。それまで圧倒的だったジェラルドを短期で追い込み、その後は巨大な体を一振りで両断しました。これだけでも挽回ザラキの力が強大であることはお分かりいただけると思います。しかしその反面、その強大すぎる力に肉体が耐えきれず自滅してしまう弱点もあります。つまり習得したばかりでこれだけ強く、しかも全力を出し切れていなかったため、もしザラキの肉体が完全に追いつき、挽回をフルパワーで解放できたとしたら、彼の強さはとんでもないことになりそうです。最後は挽回の名前を考察していきましょう。と言ってもこれは僕の考察ではなく、視聴者の方からいただいた考察コメントを紹介するだけです。そのコメントがこちら。僕が1年前に投稿したヤチルの正体考察動画にいただいたコメントです。ザラキの挽回の名前はノザラシ。これかなり信憑性が高い考察だってことを僕が補足させていただきます。まずコメントの通り、このノザラシという字、チルと読むことができるので、ヤチルとも読むことができます。僕は1年前のヤチルの考察動画にて、ヤチルはザラキの挽回部分が具象化した姿であると考察しました。で、ついにヤチルの正体が公式で明らかになりました。それは久保先生公式ファンクラブ、クラブアウトサイドにて読むことができます。ただその中の情報をリークすることは禁止されているため、この動画でお伝えすることができません。知りたい方は入会してみてください。あ、コメントでも絶対にやめてくださいね。話を戻しますが、この野ざらしともヤチルとも読めるこの野ざらし、それだけでは少し根拠が弱いと思いますが、もう一つこの説を後押しする根拠があります。それは歴代ケンパチの視界と挽回の読み方が同じという共通点があるということ。これどういうことかというと、まず原作で登場した初代ケンパチ宇野花烈の視界と挽回は水月と水月、漢字こそ違いますが読み方は一緒です。そして小説で登場した7代目ケンパチ狂屋敷ケンパチの視界と挽回はどちらも雅楽回廊、彼は読み方だけでなく漢字も同じという変わった残白刀でした。そして8代目ケンパチ和田城ケンパチの視界と挽回はどちらもウロザクロ、狂屋敷同様漢字も同じ変わった残白刀でした。いやいや小説のキャラなんて参考にならんでしょうって思われるかもしれませんが、この二人は公式に正史として認められているキャラであるため、除外して考えることは無理があるんですよね。そしてその他の歴代ケンパチは未登場、祈願城さんは残白刀が未登場ということで置いておきましょう。ただこれだけでも歴代ケンパチの残白刀、視界と挽回の読み方が同じであるという共通点は明らかに意識されたものであることはほぼ確実だと思われます。なのでこれに倣ってザラキの挽回名称を考察していくと、漢字はどうであれザラキの挽回の名前は野ざらしであることはほぼ間違いないと思います。そして先ほどのコメントの考察である野ざらし、ヤチルとも読めるこの字である可能性はかなり高いと思っています。皆さんはどう思われるでしょうか。ぜひコメントで教えてください。以上、ザラキケンパチについて話していきました。動画の内容いかがだったでしょうか。もし他にも面白い情報や考察なんかあればぜひコメントで教えてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録高評価お待ちしております。